西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる処方解説、本日はインチン高騰になります。体力中程度以上で上腹部から胸部にかけて膨満感、不快感を訴え、おしん、便秘、肝機能障害、高血、尿量減少、皮膚瘡痒感などを伴う場合に用います。薬味はインチンコウ、三獅子、大王の3種類になります。古来より黄疸の生薬として用いられてきたインチンコウ湯は、主薬であるインチンコウからその名が付けられました。インチンコウ、三獅子、大王、いずれも利胆作用があり、胆汁分泌を促進します。インチンコウの清熱作用、利水作用で湿熱を除き、利尿を促します。三獅子の抗炎症作用、利尿作用で尿不利を改善します。大王の清熱、シャゲ作用で便秘を改善します。ポイントとして、インチンコウのみ先に煎じて、半量に濃縮した後、三獅子、大王を入れ、再び半量に濃縮したものを用います。ぜひインチンコウ湯を覚えてみてください。こちらの内容は教科書的な内容になっておりますが、教科書通りにならないケースが多々あります。ご自分で判断せずに、我々のような漢方の専門家にご相談ください。それではまた。